アップル iPhone は iPhone SEiPhone SE はアップルが開発、販売しているスマートフォンで iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max と同じ iPhone の第13世代目のモデルである iPhone SE 及び iPhone 8両方の後継機とした位置づけとなっている2020年4月16日木曜日にアップルのウェブサイト上で発表 価格を抑えたスマートフォンとして2016年に発売された iPhone SE の第二世代モデルとなる。予約注文は4月17日から開始され、Apple Store からは2020年4月24日、ドコモ、au、ソフトバンクの3キャリアからは2020年5月11日から発売される。画面サイズは4.7インチ。iPhone 8の筐体と iPhone 11。 iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max のソック A13、バイオニックチップを組み合わせ、高音質な e ブス s SWB に対応したモデル。2016年3月31日に発売された iPhone SE と同様、旧モデルをベースに最新のソックを組み合わせている。iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max との違いは、カメラが シングルレンズ、ラムが 3GB、フロントカメラが 7MP、ディスプレイは、リキッドレティナディスプレイではなく、レティナ HD ディスプレイ、ホームボタンがあり、フェイス ID 非搭載で、タッチ ID 認証であることなどである。2020年3月、iPhone8 のサイズのボディに通常モデルのカメラレンズ1個を、搭載した iPhone を示すケースが、ベストバイに出荷されていると報じられていた。 このスマートフォン用のベルキンの画面保護商品もアップルで販売されており通常サイズの iPhone 8と iPhone 7に対応していたこのことから iPhone SE との名で近いうちに発売されると予想された日本時間の2020年4月16日にアップルのウェブサイト上で発表された2020年8月21日 Y モービレと UQ モービレからも発売されることが報じられた。64GB、128GB、256GB の3つの内部ストレージ容量の構成がある。重量は 148g、寸法は 138.467.37.3mm であり、iPhone 8と同等である。しかし、フロントガラスの表面カーブにおいては、 微妙に違いがあり、エッジ部分が浮き上がって iPhone 8用の画面保護のガラスフィルムを貼ることができない。ディスプレイは iPhone 11同様にハプティックタッチに対応した iPhone 8レティナ HD ディスプレイを採用している。なお、Apple および正規プロパイダー以外で修理した場合、警告が表示される。ソックは iPhone 11、iPhone 11 Pro。 iPhone 11 Pro Max と同じ A13 バイオニックチップを搭載。しかし、処理能力はわずかに劣るものとなっている。これは iPhone 11シリーズより RAM が 1GB 少ないためである。iPhone 8同様に地位に対応するほか、USB PD で最大 18W での急速充電に対応し30分で50%充電できる。 iPhone 11同様に、リーダーモード対応 NFC とフェリカ、および、予備電力機能付きエクスプレスカードに対応している。SIM スロットは、iPhone SE と同じく NA の SIM である。Wi-Fi6 と e s i m を使用した、デュアル SIM デュアルスタンバイも搭載している。IEC 規格6529の防塵、耐水性では、IP67 の評価を受けており、推進1メートルで、 最大30分間利用できる。iPhone SE にあったイヤホンジャックはこの第2世代においては省略されている。一部のパーツは iPhone 8と共通である。iPhone 11や iPhone 11 Pro のワイドカメラと同等の 12MP のリアカメラを搭載しており、4K60fps までのビデオ撮影も可能である。また、最大 63MP のパノラマ撮影。 バーストモードでの撮影にも対応している。全面カメラは2.2絞りとオートフォーカスを備えた 7MP のカメラである。しかし、全面カメラ、背面カメラとも iPhone11 や11 Pro などとは異なり、60fps での HDR 撮影とナイトモードに対応していない。また、ポートレートは人物にのみ適用できる。詳細スペックは以下を参照。 i イサイトカメラ動画撮影、FaceTime カメラ i p h o n e SE ではカメラが浮き出ている。i p h o n e SE ではイヤフォンジャックが廃止された。どちらもなの。SIM スロットを搭載 i p h o n e SE は iOS13.5、1がプリインストールされ、Apple Pay に対応している。iPhoneSE はアルミフレームを採用したデザインが特徴で、前面および背面がガラスと基本的なデザインは、 iPhone 8とほぼ同じだが、iPhone 11と同様に、Apple のロゴが中央に移動している。また、iPhone の表記がなくなっている。カラーは、ホワイト、ブラック、レッドの3種で、ホワイトモデルでも前面が、ブラックになっている。また、側面のデザインからは、ステンレスベゼルがなくなり、丸型のデザインに変更された。前面の上下にはベゼルがあり、タッチ ID と一体化した。 ホームボタンが搭載されている。iPhone 8用のケースと iPhone 7用のケースと一部互換性がある。iPhone SE は基本的に iPhone 8のデザインを引き継いでいる。iPhone SE との違いは画面サイズが4インチから iPhone 6、6S、7、8と同じ4.7インチとなったこと、ソックが A9 チップから A13 バイオニックチップになったこと、 ラータ用 LTE、アドバンスト、Wi-Fi6 や SUM に対応したことなどである。Apple によると、AQ チップに比べ最大2.4倍速い CPU、最大4倍速い GPU、またモバイルデータ通信接続が最大60%速くなり、Wi-Fi 接続が最大38%速くなった。新たにタプテックエンジンを搭載し、ハプティックタッチや、 ニューラルエンジン、フェリカなどを搭載しているため、感触フィードバックがあり、店舗で Apple Pay の決済が可能である。そして地位に対応したワイヤレス充電と USB-C、ライトニングケーブルでの 18W での急速充電も可能になった。なお、iPhone 11 Pro、Pro Max に付属している 18W の電源アダプタは付属していない。また、iPhone 7、 8に付属しているライトニング -3.5mm ヘッドフォンジャックアダプタも付属していない。iPhone SE の同梱物2020年10月の iPhone 12シリーズ発表と同時に iPhone SE シリーズ同梱物が見直され iPhone 本体と USB-C ライトニングケーブルのみと簡素化された COVID-19 の感染拡大防止のため ソフトバンク、NTT ドコモ、KDDI の3社は発売延期を発表した。発売当初は日本国内のアップルストアも無期限で全店舗休業しており、実店舗での購入は家電量販店のみ可能であった。またアップルは2020年9月までに購入された iPhone SE レッドの収益の一部を COVID-19 対策基金に寄付すると発表した。出 アップルニュースルームアーカイブ、ありがとうございます。